こんにちは、ケイジチャンネルです。今日は、任天堂 3DS の、2015年2月から3月、要はまあ、今年の前半戦に発売されるソフトを紹介します。紹介って言ってもね、こんなのが出ますよっていうだけですから、一つ一つのタイトルを、このゲームの面白さ、こういうところにあって、そういうのまではちょっとね、説明できません。5分ぐらいでダダダダッとね、駆け足でやっていけますから、皆さんですね、ご心配させてください。すいません、ちょっと、今日はいまいちなんかちょっとカミカミでですね、ろれつが回らないんだけれども、そんなカミカミの中ですね、お送りしておきます。まず、まあ、直近だと、もう間もなくなんですけどね、もう2月5日発売予定ですね、ロストヒーズ2、これはウルトラマン、仮面ライダー、ガンダム、豪華三大シリーズという RPG ですね。で、ヒーローモードとかはもうすげえぬるいだろうとかって思ってたんですけど、ダンジョン RPG だそうです。ので、なんかメガテン、ウィザードリーみたいなね、古いかな。で、なんか全部で15人のヒーローが、4人のキャラクターを選んで、で、スキルのカスタマイズとかも自分でできていくということで、まあ、プレイする人によってちょっと個性が出るような、ゲームになってるかな、というところです。2月11日が7つの大祭、真実の冤罪というところで、アクションアドベンチャーだそうですね。で、アニメとは違ったオリジナルストーリーですと。まあ、バトルの方はアニメを完全再現しているということですから、で、まあ、さらにキャラの着せ替え要素なんかもあったり、ファンには結構たまらないんだろうかね。まあ、僕これ見たことないんで分かんないんですけれども、2月14日、もうゼルダの伝説というわけですね。もう間違いないでしょう。ゼルダの伝説、ムジラの仮面 3D。なんか3日後に月が落ちてくるよっていう状態になってる世界が。で、その、まあ、3日後、まあ、3日経って月が落ちて世界が滅ぶんだけれども、そうなったら、3日前に戻ってやり直しっていう、何回もその3日間をループする、パラレルワールドみたいな感じになってるということですね。で、何回もそれを、ね、その3日間をやり直していく、何回もその3日間をやり直していく。はい、その、何回も3日間をやり直していく。に、ダンジョンの最深部に最短ルートはどうだっていう、そういうどん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 要領よく覚えていって徐々に上手くなっていって、最終的に敵であるスターキッドを3日間のうちに追い詰められるようになる、そういうゲームですね。まあ言ってもゼルダです。相当面白いに決まってる。ないな。2月26日金色のコルダ3、金色のコルダとは何ぞやとちょっと思ったんですけれども、バイオリンの腕に磨きをかけるために横浜にある音楽教育の名門戦争学院に転校してきた主人公、彼女は校長の勧めで校内の音楽コンセプトの校長として OG クラブ、通称オケ部に入部しようと思うのだけで、オイズのオケ部はこの秋に行われる全国生音楽コンクールのアンサンブル部門に参加するメンバーの演出となるのだ。主人公は仲間たちと共に全国からプロたくさんの強豪を通じて人間を持ち、諦めない限りのダンス真剣な話、出てくるのは主人公以外全員ヴィラン氏なんです。で、まあいろいろ調べたんだけど、まあこのゲームなんか全然よくわかんなくて、要はときメモの男版ってことでいいんだと思いますということです。でもね、3だからね、なんか結構シリーズになってて人気あるんだと思うんですけど、腐女子はもう夢中。さあ、2月は終わりですよね。3月いきますよ。3月。ドラえもんのび太の宇宙英雄記って。まあ、これ、映画のやつですね。映画のその世界観を楽しめるゲームとなってます。ドラえもんのび太、静かジャイアンツ、スネ夫の5人を操作して、道具を駆使しながらね、ポックル星人、ポックル星だ。ポックル星人って出てくるのかちょっとよくわかんない。ポックル星を救うということですね。レゴシティ、アンダーカバー、チェイス・ビギンズ。ですね。これも3月5日ですね。2013年に出た Wii U 版の2年前の世界。が描かれてるんですね、このレゴシリーズの。なんかすごいよね。なんか 3DS でもこんなオープンワールドのゲームできちゃうんだっていうような感じですね。主人公は警察官チェイス・マケインとなり、凶悪犯のレックス・フューリーの逮捕を目指すというゲームですね。さあ次、世界樹と不思議のダンジョン、これめっちゃやりたい、これめっちゃやりたい、めっちゃ楽しそうだよね。で、不思議のダンジョンと世界樹の迷宮が合体したゲームで、基本的に画面は不思議のダンジョンなんだけれども、ダンジョンの中を4人パーティーですると。で、キャラは自分でカスタマイズしてたくさん職業があるっていう点では、そっちは世界樹の迷宮かなというところですね。で、まあキャラの成長とかさ、世界樹のシステム盛りだくさんなわけだから、もうね、プレイする人によって
プレイする人によって個性が出るゲームってものすごい僕好きなんですよね。で、友達と話も弾むじゃないですか。ああでもないよね、こうでもないよねってね。まあ、俺友達いないんだけどさ。まあ、置いといて、ぜひ面白そうですね。次、新テニスの王子様。Go to the top。まさかのこのゲーム、テニスしません。テニスの王子様なのに。っていうところなんですけど、まあ、テニスの王子様だからそれもありなのかなっていうところはあるかもしれませんが、要はこれ、キャラとの親密度を上げるゲーム。新世代プレイヤーズグランプリはお前ら人気投票じゃなくてお前、テニスのプレイで決めろよ。まあ、キャラゲーだ。3月12日、暗殺教室。まあ、あの、例の漫画の。暗殺教室ですと。で、罠を駆使したり、みんなと協力したりして、この先生を殺そう。殺そうっていう表現は出てないんで、攻撃しようっていう表現になってましたね。3月19日、デビルサマナ、ソウルハッカーズ。3D、あと 3DS では初だそうですね。いや、意外だなと思って、デビルサマナって人気あるから、まあ、たくさんシリーズ出てるでしょ。3DS ってまだ出てなかったんだ。で、あの、一応 3D のダンジョンゲーですよね。まあ、デビルサマナ知らない人多分ですよね、多分。3D ダンジョンのゲームで、仲間に悪魔をどんどん召喚していって、悪魔に戦わせるゲームですね。で、悪魔はたくさん集めて、まあ、悪魔同士合体させて強い悪魔をどんどん生んでいくということです。で、なんかね、このゲーム、そのエキストラダンジョンとかもあって、で、歴代の主人公と対決できるらしいです、ということで。まあまあ、そのダンジョンは、まあ、デビルサマナー自体割と難易度はもともと高い設定になってるはずなんだけど、僕知ってる限りでは。ね。で、そこはまあさらに難易度上げてきてるだろうし、まあ、ね、結構がっつりやり込めるんじゃないでしょうか。その次、同じく3月19日、マリオ VS ドンキーコング、みんなでミーランドですね。これ、やったことある人いる？俺、すごい昔やったね、何年か前にね。なんかおもちゃのマリオをゴールに導く。そのおもちゃのマリオっていうのは一定の動きしかできないんだけれども、その、なんか、タッチしたり、なんだっけな、罠仕掛けたりとか、そんな感じでなんかこう、うまくゴールに導くゲームですね。で、興味ある人ちょっと調べてみてほしいです。で、今回はね、要はパズルゲームなんだけれども、オリジナルマップみたいなの作れる。自分の。で、そのオリジナルマップを、インターネットを通して、他の人にプレイしてもらうことができる。これはいいよね。どんだけ難しいマップ作れるかっていうのに、ちょっと熱中してみてもいいんじゃないかな。さあ、3月26日、シアトリズム、ドラゴンクエストというわけでですね、ドラゴンクエストのリズムアクションゲーですね。これはまあ、シアトリズムっていうシリーズではまあ、いくつか FF とかも出たりするのかな、確か。でね、あの、画面を流れてくるトリガーに合わせてもパネルをタッチしたり、ね、ホールドしたりとかっていうので、ドラクエの楽曲に合わせてそれができるということです。今なんかリズムアクションゲーって結構人気なのかな？あの、スマホのさ、ゲームなんかでも結構そういうの出てるよね。なんか AKB のやつとか。で、杉山浩一さんが再監修したということで、音楽の出来栄えに関してはものすごく期待できるんじゃないでしょうか、ということです。で、さらに歴代のキャラがなんかこんなちっこいね、あの、デフォルメキャラになって、可愛らしく描かれてますよ、というところで。ドラクエファンには、まあ、たまらないんじゃないでしょうかね、と。同じく3月26日、新ゴローナのアトリエ、始まりの物語、アーランドの錬金術師って、神々の今日の俺にはなかなか言いにくいタイトルだったんだけれども、人気のアトリエシリーズの 3DS 版ですね。で、3DS なんで、なんだろう、戦闘シーンとかマップシーンみたいなのはデフォルメされてます。ただ、イラストの方は、その、デフォルメされてない綺麗な、いつもの絵になってます。調べるんですよね。で、戦闘とかはもうね、今までのシリーズとはまたちょっと違う要素になってるみたいなんではありますが、要はゲームの基本自体はロロナのアトリエシリーズとしては全く変わってないので、シリーズものが好きな人はぜひプレイするべきだと思いますし、何より可愛らしいよね、キャラクターがね。はい。で、これは3月26日発売でいいのかな？ナシジルブシャー。フラッシー VS ドラゴンズ。ナシーね。とうとうドラゴンと戦うことになっちゃったよね。あの、ナシは。ナシ男ね、で、なんかパズルゲームみたいです。で、画面だけ見ると、なんかこう、パズドラっぽさのある感じのパズルゲームに仕上がってます。そして、クロコのバスケ、未来への絆ということで、いや、よかった。これはね、これは、バスケしてました、テニスの王子様みたいだったら、どうしようかと思っちゃったんですけれども、で、なんか
それだけじゃなくて、なんか、マップ探索とかもできるようになってて、やり込み要素が満載だと、ホームページに書いてありました。ね、マップがあればやり込み要素っていうのもちょっとどうなのかなとは思うんだけれども、まあ、クロコードバスケぐらいの絆っていうところで、3月発売予定ということです。それが、まあ、2月3月、一連の発売の流れになってますね。ね、せちょっと神々がうるさい。こんにちは、ケーチャルトルト、はい、せっせまあ、そういうわけですね。お年玉握りしめて、ゲーム屋さんにレッツゴー！刑事チャンネルの動画を、ご視聴いただきありがとうございました。もし気に入ってくれましたならば、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。携帯電話、スマホの方は、動画の下のところにチャンネル登録ボタンがあります。パソコンの方は、この辺に登録っていうボタンがありますので、皆さんぜひ、コメントの方もですね、ぜひ書いていただけるとすごく嬉しいですね。動画のモチベーションになりますので、ではご視聴ありがとうございました。じゃあねー。